続いては心霊映像。紹介してくれるのは本当にあった呪いのビデオ制作スタッフ岩沢さん。この後はっきりと奇妙に映る霊が。これ今から見る VTR はどのような、まあ、3人の男女がお酒を飲みながらなんかふざけて、うん、まあ、女性の方が男友達になんか女用のメイクっていうかおかもっぽいメイクをちょっとふざけてやっていく。ふざけてね。でそういうことをしている時に、はい、まあ、ちょっと映ってしまったという。ほう。で、まあ、デジカメで撮ってる。デジカメで撮っている映像なんです。映像。さあそれでは早速ご覧いただきましょう。どうぞ。はい、見てない。見てない。見てろよ。もう一回もう一回。え、こんな感じ。かわいくない。かわいくない。きついな。ちょっとな。きついっていうのだから。でもちょっと、うん、唇かわいいかも。あ、やっぱり出た。これお世辞でね。お世辞じゃねえ。メイクさんもおぉチークを押してくれよ。下からすげえ。リアルやな。あれは何なんでしょう。まあ、僕らもちょっと調査して、はい、で分かった、まあ、範囲でなんですけれども、はいはい、映像に映ってた女性が、うん、なんかもともと湯管というなんか仕事をしていたと。遺体をきれいにしてそれにメイクを施す仕事があるそうなんですよ。はいはい、で以前あの女性がそういうことをやってて、うん、でなんかある時、まあ、すごい損傷の激しい遺体が運ばれてきて、うん、でなんかそれがすごい気持ち悪かったらしくて、うん、その日に辞めちゃったらしいんですよ。なるほど。で後で、まあ、その映像と、うん、まあ、その損傷の激しい遺体がよく顔が似てるというので、うん、でもしかしたらその、まあ、遺体なんじゃないかな。損傷激しかったですもんね。はい、いやーすごいですね。うわー。さあもう一つございますね。まあ、何人かの若者がある、まあ、廃墟になってしまった病院に肝試しに、はい、なるほど。そういうとこ行くんですよね。ありがちな。で、まあ、そこで、はい、そこで見てみましょう。どうぞ。立ち上がったって。座って待って待って待って。ほらほらこれ。立ち上がるで。座って待って待って。ほら。立ち上がった。首だけ？何？何だ今？なんか立ち上がったよ。僕も見えるね。すげえ。首だけが。多分首。首だけですよね。この本しばらく映してましたね。そうですよね。俺こんなの見たらほんま気絶する、うん、気絶する可能性 100% や俺。